今回は以前シリーズでお届けいたしましたオーディオの教科書の延長線としてオーディオにおける高周波、超高音について取り上げてみたいと思います。オーディオの教科書シリーズはベテランのマニア、それからオーディオ誌、オーディオ技術誌、オーディオメーカーの公開資料などから今日のオーディオナレッジの集合値、すなわち最大公約数を考察してみようというテーマでした。かなりの回数で動画を作成しましたが、まあだからといってですね、すべてを網羅できるというわけでもなく、そこでですね、オーディオの教科書延長線といたしまして、不定期に取り上げたいテーマが出てきたときに動画を作成して公開していきたいというふうに考えました。今回その第1回として取り上げますのは、オーディオの高調波、超高音についてです。それでは今回のサマリーです。1.今回のテーマを考えるきっかけのコメント2、オーディオにおける超高音が関与するジャンル3、そもそも一般的な楽器の高音はクエスチョン4、人間が聞こえない高域はどうでもよいのかクエスチョン5、MP3 などロッシー音源が中心だった頃の各メーカーの補完技術6、スピーカーにおけるスーパーツイーターの存在7、アナログ版は超高域を収録しているのかクエスチョン議論8 SACD やハイレズを推奨する超高域理論はマーケティングの方便クエスチョン9真空管アンプの偶数字高調波理論10決め手はないがとりあえずやっておこうが主流派クエスチョンという内容でお送りしたいと思います。それでは本編開始します。次のページ1今回のテーマを考えるきっかけのコメント。当チャンネルのですね、過去動画にハイエンドオーディオに関して取り上げたこちらの動画があるんですけれども、こちらにですね、黒田さんという方から、まあベテランのマニアであろうというふうに思われるんですが、コメントをいただきました。まずそのコメントを読み上げます。倍音成分を高調波歪みという表現をすることに疑問があります。実際この倍音成分は、心地よい音楽鑑賞の肝になっているように感じます。各メーカーは高調波歪みの調整を研究すべきではないかと考えます。ラックスマンは密かにこれをやっているのではないかととても感じることがあります。具体的にですね、ラックスマンについては私は情報はありませんので、どういう意図かっていうことはわからないんですが、確かにですね、一連の先ほどもご説明しましたオーディオの教科書というのをまとめてきた中でも、超高音問題というのはちょっと見切れないなというところは多々感じておりまして、人間の耳に聞こえないはずの周波数の高いですね、若い人でも 20kHz を超えるような、まあある程度シニアになりますともう 16kHz、まあ私なんかまあさらに下しか聞こえないんですけれども、それの上の高音っていうのがどうなのかということに加えまして、弦楽器などでは倍音の再生ということで、この上のですね周波数に倍音が含まれるという話ですとか、あるいは真空管オーディオにつきましては、真空管にはこの高調波を強調する高調波歪みと、特に偶数字歪みというのを強調する働きがあると、まあこれが良さの一つなんだよという理論があったり、同じ真空管オーディオでもそれを否定する理論もあったり、ちょっとここはですね非常にはっきりしないと。スーパーツイーターっていう、まあスピーカーでもですね超高音受け持つツイーターはあった方がいいのかなかった方がいいのかと、まあこれもですね、まあ最終的なケースバイケースということで落ち着いているようなんですが、はっきりしない要素もあるということで、まあ謎多きこの超高音問題について少し現状でどこまで掘り下げられるのかということでやってみたいなというのがきっかけであります。次のページに、オーディオにおける超高音が関与するジャンルということで、まあ先ほども申し上げましたが、まず音の出口であるスピーカーにつきましては、この超高音の部分っていうのはスーパーツイーターというのが主に受け持っておりますが、まあスーパーツイーターなくてもですね、今日のマルチウェイスピーカーなどではある程度 20kHz をもう超える帯域をツイーターでカバーしているという製品が非常に多くなってきておりますし、ヴィンテージオーディオやアンティークオーディオ、古いスピーカーにつきましては、そもそもそこはあまり計測されていないという関係ないよというふうにメーカーが思ってですね、カタログ数値に入れてないという説もありまして、判然としない要素が多いということなんですが、まあ、スピーカーに関しましてはスーパーツイーターというものが関与してくると。
で続きましてですね、デジタルオーディオではハイレゾというものの議論というのが、これが非常に密接に関わっているというふうに感じます。ロッシー音源、すなわち MP3 のような圧縮音源ですと、もうですね MP3 の比較的音質の良い規格にしても16キロぐらいで切ってしまいますし、CD に関しては人間の耳が聞こえると言われる20キロでスパッと切ってしまうというものがありまして、まあ、近年ですねハイレゾということで、その上をマスター音源に入っているんであれば、それをそのまま再生できるようなハイレゾ音源というのを出していこうよと。でマニアの方もロッシーよりもロスレス、ロスレスよりもハイレゾと、ハイレゾとロスレスについてはどちらがいいかというまた議論も別にあるんですけれども、そういう意味ではハイレゾというのがこの超高音に関与してくるジャンルではないかというふうに考えております。でもう一つですね、アナログ版再生っていうのが最近ワールドワイドで盛り返しているということで、こちらの過去動画なんかでも取り上げたんですが、まさにこのアナログ版再生っていうのは音質の良し悪し云々を語る上で、この超高音っていうのが CD のようにスパッと切れていないと、まあ一応切っているんだけれども緩やかに切っているので、比較的自然に減衰していてあまり違和感を感じないという指摘もありました。ということでアナログ版再生についても超高音が非常に密接に関与してくるというふうに考えております。で続きましてですね、まあ、音楽でもいろんなジャンルの中で、特にクラシック音楽、こちらはですね弦楽器バイオリンなどはじめですね、この倍音成分が高いところまで含まれていると最もらしく聞こえる、まあ本物らしく聞こえるというような説がありまして、非常に密接に関わってくるというふうに考えております。で最後にですね、ちょっとこれはクラシック音楽とは対極的なジャンルの音楽ではないかと思うんですが、エレクトリックギターですね、こちらは先ほど真空管オーディオの話をいたしましたが、まさにこれと非常にデバイスが、エレクトリックギターのアンプがもともと真空管を使っていて、エレクトリックギター特有のですね広域のウィーンっていう歪み、これがですね、まあ、大体エレクトリックギターやってる人は大好きということで、いろんな歪みを加えて演奏を行うというのが一般的かと思うんですが、まあ、この元の歪みっていうのは真空管の歪みであって、特に超高音でも偶数字高調波というふうに言われておりまして、まあ、これも非常に密接に超高音が絡んでくるジャンルと、まあ、今パラパラ申し上げましたが、それらを紐づけて一連に考察するということもあまり行われておりませんで、まあ、果たして関係性があるのかないのかということも含めて考察してみたいというふうに考えております。次のページ3、そもそも一般的な楽器の高音はクエスチョンということで、一般的な楽器というクラシックのオーケストラでアコースティックで使われるような楽器、まあ、電子楽器につきましてはですね、これはもう人為的にいくらでもいろんな内容が加工できますので、アコースティック楽器ということで代表的なオーケストラなどに使われます、まあ、オーケストラでもですねたまにしか使われないという特殊な楽器は除きまして、その高音って何キロヘルツぐらいまでカバーしているんだということで見ていきますと、まずですね弦楽器で一番高い周波数を受け持ちますバイオリンに関しては2.637kHz で、ピアノに関してはですね一番高音の弦っていうのが叩いた場合 4.186kHz というのが一般的なものだそうです。じゃあ金管楽器とかですね木管楽器どうなんだというところで見ますと、トランペットとホルン、これが同じで 1.175kHz。 まあこれより上のですね帯域を受け持つ金管楽器っていうのはないことはないんですが、まあ一般的に登場するものであるとトランペットとホルンということになりまして、木管楽器になりますとピッコロ、これは結構高くてですね 6.644kHz ということになっておりまして、まあ高い高い高音だと言ってもですね10kHz もいかないと、ピッコロですら 6kHz 台という意外に高くない周波数なんですが、まあ、ただしこれはですね気音といいまして、ベースの音の周波数がこれであって、先ほど来倍音倍音というふうに話しておりますが、楽器ですとか自然界の音っていうのはその気音の倍数、これが乗っかっていくと。弦楽器とかですね、まあ非常に楽器として音色が心地よいというふうに感じるものについては偶数字の倍音が加わっていくと。で一方でですね、
例えばクラシックでよく使われます木管楽器でも、オーボエは偶数字なんですけれども、クラリネットに関しては奇数字というのが倍音として加わっていきまして、まあ、若干そこで差があって、一概にどちらがいい悪いということも言えないというのがあるんですが、まあ、奇数字の倍音ばっかり聞いてるとさすがにちょっと気持ち悪くなるという話がありまして、最大公約数的には偶数字の倍音、これが好まれるというのが一般論ではないかと考えております。次のページ4、人間が聞こえない広域はどうでもよいのかクエスチョンで、ここで伝統的なですね議論がありまして、その元々の健康な若年層でも上限が人間に関しては 20kHz というのが過聴帯域、すなわち聞こえるという帯域で、中年以降についてはかなりまあそこから下がっていくという、この聞こえないといわれる帯域についてオーディオ的には無視すべきだという意見と、いやここを意外に大事なんだと、音としては聞き取れない、もしくは制限波というような波形としては聞き取れないけれども、他の音と混じったり演奏音楽となった場合にはこれがあるなしっていうのが臨場感として伝わってくるんだよという理論もありまして、ここはですねもう伝統的に意見が分かれるという議論が未だに収束していないというふうに考えております。まあ、最近はメーカーさんですとかですね、まあ、スピーカーですとかそういうところのオーディオメーカーの解説なんかも見ても、やはりそのアイレゾですとかスーパーツイーターというような製品がある背景としまして、その過聴帯域を超える広域、これはですねオーディオ的にも必要だ、有効性があるというのが多くのメーカーさんの意見、一般論ではないかというふうに思うんですが、まあ、そういうテーマを取り上げますと必ずそれ関係ないよと、比較的なことを言うなという方がですね意見を反論として出されてくるということを多々感じておりまして、まあ、SNS ですとか当チャンネルのコメント欄なんか見ますとそういう話っていうのは必ず来ておりまして、まあ、これもですねどうしても決着が未だについていない伝統的な議論ではないかというふうに考えております。一応まあ当チャンネルとしましては多くのメーカーさんの意見を尊重しまして、超広域もオーディオとして必要な要素だというふうに考えておりまして、まあ、それをもとにお話しすることが多いんですが、厳密に言いますとまだ議論っていうのは続いているというふうに考えております。次のページ5、 MP3 などロッシー音源が中心だった頃の各メーカーの保管技術ということでですね、最近ハイレゾということをきっかけに超広域というのは議論されることが多いんですが、以前もっとこのテーマについて多くの人がネット上などで議論していた時代が実はあったというふうに記憶しております。それはですね、まあ、今日のロッシー、それからロスレスというのの中で、まあ、ロスレスがオーディオマニアに関しては一般的になり、さらにハイレゾという情報の欠落がない音源というものを試行するのが一般的になりましたが、90年代後半から2000年代にかけましては、当時はハードディスクなどいわゆるデータ格納のストレージですね、これも高額でしたので、あまり大きな CD ですら大きなデータ量というふうに言われておりまして、大きなデータをそのまま入れますとすぐに収容しきれなくなると、まあ、あるいはお金がかかるということがありまして、データを圧縮するというのが主流であった時代がありました。今でもフラックというロスレスの圧縮は一般的に使われるんですけれども、さらに音を間引いていくロッシーと MP3 が代表的なんですが、ロッシーというのが比較的音楽の再生で少なくとももうマニア以外には当たり前のように使われていた時代があったかと思います。 MP3 などですねというロッシー、この非化学圧縮という言い方もされるんですが、非化学というのは、まあ、一度間引いてしまった音は元に戻らないという、元に戻るのがロスレスということなんですが、こちらは MP3 の比較的一般的に使われていました128kbps というものであっても 16kHz ぐらい、こちらで広域をもうバサッとカットしていたと、まあ、音楽においてここの上があってもなくてもですね、まあ、そもそもスピーカーとかイヤホンでここっていうのはシビアに再生もされないし、年配の方は聞こえない帯域であるし、まあ、なくても違和感はないよという論理でバッサリカットしていたということがありました。
で、そうしますとどうしてもデジタル音源のロッシーが中心でしたので、上の方聞こえる人も いらっしゃいますし、もともと先ほどのテーマで議論があるというふうに、オーディオでもですね、聞こえない帯域でもそこはあった方が臨場感が増すという考え方もありますので、まあ、そのロッシーっていうのは特に16キロぐらいで落としますので不自然だというのが今以上に普通の人も感じるという傾向が強くありました。そこでですね、各社その聴感上の不自然さを補うという補完技術が登場させておりまして、今思い起こせたのだけでも羅列しますと、ソニーが DSEE、 ヤマハが DBEX、 東芝が H2C、 ケンウッドがシュープレーム、ビクターが K2HD、 マクセルがビットレゾリューションというふうにありまして、これまあ各社あったということなんですが、背景の技術はまあ私の理解ではおおむね同じような理論で、超広域については2通りありまして、その下の周波数から類推して上を付け足すというやり方と、まあ、ホワイトノイズに近いランダムな周波数を付け足すだけでも超広域についてはカットする前の音、これに結構近づくという、まあ、2通りの理論の方法があったかと思うんですが、いずれにしてもそんなにデジタル上難しい処理ではなかったというふうに思いますので、まあ、細かい部分は違うんでしょうけども、各社からいろんな技術が出ていたと。で、この中でちょっとマイナーなんですが、マクセルのですね、ビットレゾリューションという技術についてはかなり私大好きでですね、これがあるとないでは、特にクラシック系についてはもう全然画然違いが大きいなというふうに感じて一時愛用していた時期があります。またケンウッドのスープレームについても、これが搭載されている機器をですね、好んで買い集めていたという時代もありました。まあ、この辺は主に2000年代の技術ではないかというふうに考えております。次のページ6、スピーカーにおけるスーパーツイーターの存在で、話がスピーカーに変わりましてですね、システムに単体のスーパーツイーターをこれも足していくというのは、まあ、今日一般的な手法ということで定着しているのではないかと思います。現代的なスピーカーについては、そもそもツイーター自体がかなり広域をカバーしているんですが、それであってもですね、場合によってはスーパーツイーターつけた方が非常に品位が高まるよと。で、この超広域をカバーするスーパーツイーターなんですが、まあ、よくあるつけたらどう変化したというインプレッションの話を聞きますと、上の変化ということもさることながら、これをつけることで低域の方が品位が高まると、まあ、不思議なことに上をきちんと再生すると下がよく聞こえるというような感想がしばしば見受けられるということで、まあ、これは多分多くの方がそうおっしゃっているので、何か理由背景があるんではないかというふうに思います。で、続きましてですね、このスーパーツイーターなんですが、まあ、付け足す方法としまして、既存のスピーカーにおおむね並列で、多分中身はコンデンサー1個のハイパスフィルターというものではないかと思うんですが、これをつけていくという方法が非常に多いと、まあ、それ以外あんまり見たことないというところがありまして、まあ、果たしてこういう方法で本当にいいんだろうかというのは、若干よくよく考えると議論尽くされてないと言いますか、一般的な方法ながら落とし穴はないのかなというふうに考えたりもいたします。で、最終的にはこのスーパーツイーターを付け足す、まあ、あるいはこのコンデンサーのですね、種類や容量を変えてハイパスフィルターの特徴を変えていくということで、この辺の良し悪しっていうのはケースバイケースということで、やってみて聴感上であった方がいい、ない方がいいというのを、まあ、毎回決めるという、これが一般的ではないかというふうに思っておりますが、まあ、これをもですね、これでいいのかと、現代的なもっと深掘りしたセオリーはないのかなというふうに疑問を感じたりいたします。次のページ7、アナログ版は超広域を収録しているのかクエスチョン議論ということでですね、過去動画でも議論となりましたアナログ版の超広域問題ということで、まあ、アナログ版再生につきましては結構一般的な塩化ビニールのいわゆるレコードでありましても CD4 というような高度な規格でかなり超広域を収録するという技術があったり、まあ、一般的なやり方でもですね、入れようと思えばそれなりに超広域は入れられるということもあるんですが、まあ、この辺はある程度広域はカットしていくと
いうやり方だそうで、具体的にですね、前回の動画の基礎といたしましたサイトにキングレコードのですね、元録音部長様の話っていうのがありまして、これについて読み上げたいと思います。2万ヘルツ以上の音というのは耳には聞こえないわけですから、カッティングの場合は普通は2万でフィルターを入れるんです。2万っていうのは20キロということですね。で、2万あるとレコードの盤面で非常に高いハーモニクスが入っているわけで、当然カッティングされる波がギザギザになっていきますから、摩耗の点で問題が出てきます。で、中略で、今回も最初は摩耗という点で上の方をカットしたりしてみたんですが、そうすると過調周波数外でありながらフィルターを入れるために過調周波数内の音色が変化してくるんですね。これはまずいということで、2万5000ぐらいまでそのまま伸ばしてカッティングしてみましたら、非常にバランスが良く音色的にも綺麗に聞こえるようになりましたということで、まあ一つはこのアナログ版のカッティングという原版を制作する過程においても、それなりに超高音というのを入れた方が結果が良かったという話と、まあ、あとはですね、過去動画の時にご紹介しましたように、同じカットするにしてもデジタルの CD についてはスパッとカットするんだけれども、アナログ版についてはゆっくり落としていくと、緩やかに落としていくということで、人間的にはこれは非常に自然に感じてアナログ版の音が好きだという人が多いという話などもご紹介いたしましたが、まあ、アナログ版についてもそういう超広域についての議論がいろいろとあるということをご紹介いたしました。次のページ8、 SACD やハイレゾを推奨する超広域理論はマーケティングの方便クエスチョンということでですね、まずは CD っていうデジタル音源が定着して、それがまあ20キロこれでバッサリ切ってるということもありまして、この上を付け足した方がデジタルでも音がよく聞こえるよねということで、90年代に各メーカーが2つに分かれまして、まあ主にソニーがですね、 SACD と、まあ、ソニーとパートナーフィリップスだと思うんですが、 SACD という CD の延長線上の、いまだに割とクラシックファンなんとかは音源を買ったり再生していたりすると思うんですが、 SACD と、まあ、一方でですね、 DVD オーディオというソニー以外のチームというのが企画争いを繰り広げて、まあ、結局 DVD オーディオは消えていったという時代があったかと思います。まあ、この頃からですね、メーカーが企画争いをするように超広域を入れたフォーマットのメディア、これを重要視するという動きがありまして、でこの辺はですね、まあ、SACD も含めて今はディスクの方がどうのこうのっていう企画の話よりも、ファイルとしてハイレゾというものが主流になりましたので、まあ、この企画争いというのは一旦棚上げされているという状況になっているかと思うんですが、まあ、こういうですね、超広域が必要だとか、まあ、その企画争いをしていくというメーカーの動きにつきまして、これはもう金儲けの一環だというマニアの方が結構一定数いらっしゃいまして、こういうのはもう巧妙なメーカーの仕掛けであって、新製品を買わせるためのテクニックであると、実態はないと、まあ、何でもかんでもマーケティング的なことを嫌う、まあ、明治の人みたいな感性の方もいらっしゃいますが、まあ、そうでない方でも聞こえない帯域は関係ないだろうと、まあ、そういうハイレゾだとか SACD を買わせようというのはメーカーの金儲けなんだよという話が必ず出てくるという状況かと思います。次のページ9、真空管アンプの偶数字高調波理論ということで、まあ、当チャンネルのようにですね、真空管アンプを自作したりですね、まあ、好んで聴いたりという人たちにとりましては、何が真空管の良さなのということで、必ず出てくるのが、真空管の中でも三極管という比較的ベーシックな真空管につきましては、偶数字高調波というのが再生音についていくと、くっついてしまうと。これはまあノイズがくっつくので、トランジスタアンプが好きだというような人からは、まあ、そんな歪みがついてくるような機械はいいわけがないだろうという話になってしまうんですが、エレクトリックギターの真空管アンプっていう、これはまあもともとエレクトリックギターっていうのはアンプが真空管だったんですが、これにつきましてはこの歪み、偶数字高調波を中心とした
真空管の歪み、ウィーンっていう、ここが気持ちいいんだと、ここをいろいろ加工して聴いていくというのが主流になって、まあ、今でもプロのギタリストですとかマニアックな方はアンプについては真空管アンプを重用するという状況もありまして、オーディオとはちょっと全く違う話なんですけども、真空管の偶数字高調波っていうのは三極管に関してデバイスとして宿命的についてくると。で、真空管アンプでもですね、多極管三極管ではないですね、比較的現代的な四極管五極管ビーム管、まあ、そういうものにつきましては奇数字高調波というのが多くなりまして、必ずしもこの偶数字高調波が真空管アンプだから増えてくるという条件には当てはまらなくなってくると。で、三極管のプッシュプルというものですと、2つのですね、偶数字高調波が混じり合いまして打ち消されるということがありましたり、まあ、あるいは前段管と含めてより積極的に歪みの打ち消しをしていくという管回路も存在しておりまして、真空管アンプのですね、自作を含め愛好家の中でもこの偶数字高調波っていうの、これがいいんだよという人と、これはもう歪みだから取り除いた方がいいよというふうに、まあ意見が分かれるということもありまして、実は混沌としていると。で、ことほとさように決定的な論理がなくですね、いろいろ伝説的もしくは観念的に話をですね続けて、まあ時には議論するんですが、噛み合わず一人歩きしたままという状況ではないかというふうに分析しております。次のページ10、決め手はないがとりあえずやっておこうが主流派で、まずですね、あまりこれオーディオだからといって単純に考えるべき問題じゃないというふうに考えておりまして、で、音響心理学というものでは、まあ、ある周波数が別の周波数に混じって同時に聞こえた場合、聴感上ですね、影響を及ぼすということが一般的に知られています。これ例えば視覚で言えばですね、モアレみたいなものに近いんですが、現実に物理的に出ている音とは違って、この受け止める人間の耳というのが独特な、まあ、よく知られているのではラウドネス効果ですとかマスキング効果というものがあるんですが、独特な受け止め方っていうのがありまして、これを音響心理学では研究していると、まあ、従いまして、どっかの帯域を付け加えると別の帯域に聴感上かもしくは場合によってはアンプなど電子的な部分で影響を与えるということが否定できないんじゃないかというふうに考えております。じゃあどうなのっていうのが、なかなか今一般理論として定着したものがあまりないということではないかと考えております。こういうものはですね、一時議論されても、まあ、その後の集合値、つまり一般的なノウハウとして、まあ、あまり定着していないというふうに考えておりまして、以前もそうだったんですが、まあ、10年前20年前とかに結構ネット上で議論された時代がありましたよみたいな貴重なですねコメントをいただいたりもするんですが、とにかくそういうものは未だにさみだれ式にいろんなジャンルで別々に超高音問題というのが語られていて、さらに必ず否定派っていうのが出てくるという状況ではないかというふうに感じております。多くのマニア、それからメーカーですね、とりあえずやってみようと、ロスレスよりもハイレゾでスタジオで収録した時の、まあ、例えばシンバルの音で、以前でしたら上の方はもう邪魔だということで消す帯域でもある程度残して超高域も収録してみようよということですとか、再生機器においても実際にスーパーツイーターというのをつけてみたり、まあ、そこまでしなくてもツイーターの再生できるですね上の周波数を伸ばしていくというようなこと、これをやってみて、それで結果が良ければそれを製品やシステムに採用していこうよというやり方が一般的だと思うんですが、まあこれちょっと言い方見方を変えますと、場当たり主義的に終始してるんではないかというふうにも考えてしまいます。で、今回の一連のこと、まあさみだれ式にテーマを羅列したようなことで終始してしまっていると思うんですが、ぜひ知見のある方に関しましてはコメントをいただいて教えていただければというふうに思います。で、さらにですね、まあ各マニアの個人的ご意見ということのみならず、それが具体的に解説されているサイトですとかブログ、それから論文の PDF とか、まあ、そういう原点もあるよという場合はそういうのも添え付けていただければというふうに思います。まあ、有力な意見をいただいた場合はまたそれをですね動画にまとめていきたいということで、皆さんに情報を共有していきたいと
というふうに考えております。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。